一瞬间。
殺人事件がありました。殺害されたのは無職の佐藤一郎さん75歳と妻の花子さん70歳。2人とも胸部や首に複数の刺し傷があって死因は出血多量による衝撃死とみられます。それを捜査で、ね、畜生警察署は19日に佐藤さんの近くに住む会社山田太郎容疑者25歳を殺人の容疑で逮捕しました。これ普通だよね。これマスコミは普通に報道するわけですよ。だけど私があえてこれを取り上げていくという理由があるわけですよ。私はこれは問題だと思う。君らはここでね、報道を見てさ、普通に見るでしょ。普通なんですよ。なんか問題あるんですか。なんか問題ないですか。問題意識ない。ない。普通よね。でしょ。思いません。皆さんどうですか。おかしいじゃないですか。
でさ、無実であることが判明したら取り返しつかない。これどう思うんですか。取り返しはつかんって、すばしえって言うんですか。つかん。すばしえ。これ反応するっていうか、面白いね。これ見てる。犯罪があったね。実名報道を伝えた方がいいですよね。ガン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 広がっていくじゃないですか。で、消すことができないですよね、はっきり言って。どうするの？ねえ。こう見てもらう。ね、永続的に残ってしまうため、大変な不利益を受けることになるって感じだ。で、もちろん、匿名という場合もあるんですよね。まあ、その特別基準というのは僕には触れませんけどね。いいね。それはその人が本当の犯人ではないケースは自分はやっていない。だけどね、周囲から白い目で見られたり、ひどい嫌がらせを受けたりとか、家族が学校やね、職場でいじめを受けるってこともあるんですよ。いいんですか、こんなことで。ダメやろ。ね。でね、まあ、実は介護士の実名報道で名誉を傷つけられたということで、実際にある方が裁判を起こしたんですよ。ね、で、どうしようか。2010年にね、まあ、司法省に偽造でした。のお互いで、会見に逮捕されたんですね。で、容疑を否認して、結局、不起訴、そして裁判起こしませんよと。もう裁判無理ですよ。で、ね、で結局、釈放されているわけですよ。ね、しかしこれ見てごらん。逮捕時に実名で報道されたため、仕事上の人脈を失って、体調を崩した。そうなるんですか。そういうことが現実にあるわけですよ。いい？君たちは、あのね、今私が言おうとしているのは、マスコミの報道のあり方なんですね。憲法で保障されている報道の自由、表現の自由、取材の自由、こういったものに対して警鐘を鳴らすということを今日この場でね、わずか30分ですけど君たちに伝えようとしてる。いいですか。で、まあ、赤いことから見てもらう。裁判所は何て言ったのか。容疑者の氏名を公表する社会的意義は大きい。は、名前報道せない感ですか。いいかい。問題意識を君たちは常に持つということが大事なんです。いいかな。世の中で新聞とかテレビでいろんな報道がある、ニュースがある。それをね、100% 真に受けるんではなくって、君らはいずれ大学生になる。大学生になった時に必要なのはね、物事って懐疑的に見る、批判的に見るという姿勢が大事なんです。いいかな。今日はそのヒントを君たちに与えようとしているんです。いいかな。で、まあ、これは、判例は実名報道それ自体は言うことはないという考え方ですが、判例って何やの？裁判例のことですが、それ言うとわからないので、裁判所の考え方というふうに言いましょう。いいか、裁判所の考え方というのはね、実名報道それ自体は違法じゃないっていうスタンスです。いいの、それで。何やの？シーズンなんか難しい？難しい？難しい？わかった。わかった。じゃあちょっとおばあちゃんお願いします。はい。はい。はい。これわかるね。あのさ、あれだ裁判所ね、基本的にね、被疑者とか被告人のね、名前とかですよ。犯罪ニュースの基本的要素であってね、自白と並ぶせ、社会の重要な関心事なんです。だから報道するんだというスタンスですよ。いいの？ダメ。いまーす。いやいや。ちょっとストップ。今難しいですか？難しい？ちょっと待って。
Haydi çocuk. Kopa minna işini kagarka. Hadi tina şu tuna tuzo. Hadi repo tuzo daşta bana. Repo tuzo daşta bana. Daşta ne işi o abi o tomatı mı ayas bu kalp var. O da şaka kapmanı olur mu? Çünkü işlemez. Bir ha. Yoş. Ora. Çok da. 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 さっきあの訴えたんで、マスコミはね、そういうことだ。無罪の可能性がある、逮捕が深いで、実名報道は、よくない、適切でないって言っとるわけですよ。犯罪確定してないじゃないですか。無罪推定って。判決が出てないじゃん、出てないじゃんかで、何で実名報道するんですか。間違っとったらどうすんだ、君ら。と思いますか。 はい。君たちはプライバシー権利って聞いたことある？はい。ある？聞いたことあるけど意味はわからん。知られたくないっていう権利ですよ。はい。知られたくないじゃないですか。はい。ところが。
一般の人はさ、いや悪いことしてんだから別にさらして僕悪いんだって言うんだけど、憲法ではですね、プライバシー権っていうのはね、知られたくないっていう権利は認めてんだよ。しかし今日ね、マスコミは、ほら、レポーターがさ、誰がいつ何を、ね、なぜ逮捕されたか、報道する権利があるっていうわけですよ。だから両者が対立しているの分かりますか？はい。片や知られたくない。しかし片や、報道の自由がいつ誰が何をしたかっていうのしっかりと報道する権利が自由があるんだっていうわけです。で、両者は実は対立しているんですね。ここまでわかる？大丈夫大丈夫大丈夫、およその辺の方がどうか。大丈夫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 。これ見てごらん。そもそも捜査機関から提供された情報をもとにね、原稿を書きながら捜査機関に対するチェック基準を果たせるか疑問ですと。はい、でね、こう次なんだよね、一般人の実名を晒すことが、実名を晒されたくないという権利よりもですね、憲法上優越しているとまでは言えないんだよ、おかしくないですか。やっぱりさ、犯罪を仮に犯したと言えどもね、知られたくないっていう気持ちは強くないですか。はい。俺犯罪してるかな。はい。プライドだね。プライバシーでね、知られたくないという権利よりも、実はマスコミも報道表現の自由の方が実は優先してる。これおかしいじゃないかと。
検討してみてください。それから私のこの拙い話がもっと聞きたいと思う人はぜひ大きな拍手してくださいね。待ってますよ。